い、テストです、大丈夫ですかね。ちょっと待ってね、トランジション、あ、またフェードインなんだね。ごめんなさいね、すいません、失礼しました。まあ本来だったら日曜日、なんですけども、まあ昨日はね、桃鉄のコラボねやってたので、昨日はちょっとできませんでしたということで、代わりに今日月曜日4月1日ですね、4月1日の月曜日の、21時30分から30分くらいでやっていきたいと思います。1週間の振り返り、そして質問返しのコーナーは153回目、お相手は個人バーチャル YouTuber、 皆様にそう言いたいという VTuber スキマスクランでお送りします。よろしくお願いいたします。さあ、カミカミだけど大丈夫かな。さて、音量とかいかがでしょうか。なんことかありましたチャットで教えてくださいと出しておきます。さあ、いつも通り、マシュマロ募集中ということをね、答えにさせていただきますね。まあまあ、この1週間はっていうところなんですけども、いやでも、間が空いちゃったよね。まあ、先週の月曜日にやっぱりこの1週間の振り返り152回目をやって、で、その翌日だったかな、アーマードコアですよね。で、そこから、水木かな、水木開けて、で金曜日に、J リーグ水上、近所ですね。で、土曜日に、J2 という形で、で日曜日が桃鉄という形なんですけどもね。本来ならばね、土曜と日曜で、2回ずつね、あの配信を行う予定だったんだけども、ちょっとね、まあいつもの通りって感じでね、大変申し訳ないなと思います。さあ、それではね、早速振り返っていきたいなと思うんですけども、まずは、ね、アーマードコア久しぶりになりますね。こちらをやってきました。4回目、おっと自分の位置を変えないとね。ただこれだと字幕が見えないんだけども、どうでしょう。もうちょっと左にずらした方がいいのかな、それとも小さくした方がいいね。アーマードコア、まあ、第1章の最後の時ですね、バルテウスっていう自動攻撃機、あちらをね、倒すために挑んだわけなんだけども、まあ、こちらはちょっとアーカイブを見てもらおうかな。この間の、ちょっと進めますね。まあまずはね、前回からほとんど装備を変えないでやっていったんですけども、ね、途中からアドバイスいただきまして、いろいろとね、パーツを変えながら、ね、あとは他のね、特にここですね、まあ新しい、AC のりですね、こちらを倒すことを倒してね、まあ要するに、なんていうかな、何度も何度もね、以前、クリアした、ね、モードというかね、ところを、やり直してお金を稼いでってね、パーツを買ってっていう形になってますよね。で、最終的にはどの形にしたんだっけ、ちょっとね自分でも覚えちゃいないんだけども、まあいいや、ミサイルを、そうですね、2連装まっすぐ進むやつっていうかね、誘導ミサイルを2連装にして、あとは右腕にパルスガンですね、最初はね、別のものだったけど、ショットガンでね、これね、
倒して、まあ攻略をね、これでこの回で多分倒すんじゃないかな。ダメかダメか、もうちょっと待ってね。で、よいしょ、これはどうだったでしょうか。ちょっと進めてますね。まあ無駄な動きがね多いよということを指摘されましたね、指摘されまして、こうなるべくこう囲い込むようにというか追い込むような形で動いてはいたような気がします。もしかしたら意図せずねうまくいったかもしれませんけどもね、まあ初回のよりか時よりかはだいぶね、やりやすくなったような気がしますね。問題はこの後ね、この後これを壊した後ですね、壊した後に場面が変わってバルテウスっていうね形になるんですけども、なんかねバルテウスがもう昨年違うか、今年になってからもう弱くなっちゃってるっていう風なお話をね今回コメントでいただきまして、そうなのって感じですよね。それでも随分十分ねこう凶悪なんだけどって。でここでねちょっと武装を変えないといけないんですね。この電磁シールドをね破壊するため、消すためにはね武器を変えなきゃいけない、右手のね武器を。で、今これ変えてるのかな、まだまだです、ショットドアのまんまですね。パルスガンに変えて、この後ですね、ここでパルスガンに変えて、この後アタックしていくわけです。ただね、なかなかこう、ね、うまくはいかないよって、簡単にはいかないよねって感じだよね。いろいろとアドバイスをいただきながら、まあ、今負けちゃってますね。でもうね突っ込むしかないんだよね。飛距離を取っちゃうとまず負けちゃうっていう風に言われてたんで、ね、とにかく前へ前へとねという感じで、で一回ねパルスガンのこう弾切れになっちゃったんで、こう無駄打ちをしないように気をつけながらですね22日だからもうちょっと先進めてみましょう。これはダメなやつかな。こうやってね敵の電池シールド消してからね、ダメージを与えに行くという感じですね。でミサイルを2回とあとは左腕のソードで切りつけるの、サーベルか、サーベルで切りつけるのが2回ぐらいかな、それぞれ2回ぐらいでやっつけるって感じですね。倒していく、まあ根気比べですよね。あとはね敵がこのバルテウスの体力が減ってくるとね近接攻撃とかしてくるので怖いよねって感じですよね。でこうこれもねやってくるし、でこうやってね炎の剣っていうのかな、こんな感じでね、でここはチャンスですね。うん結構ね変な声がね、出てますけどもね。
まあすごいよね。でもこのこれだけのね、物量を物量をパソコンがね、処理してくれるっていうのはすごいですよね。処理してくれて、しかもね、大きなね、こう処理落ちなんかもしないじゃないですか。それすごいですよね。でこうやってこれでまだかな、ダメだかな、今新しいチャレンジかな。時間的にはただもうすぐ、ああダメかね、振動が剥がれたらこうアタックですね。アタックアタック、この範囲でいけたんじゃないのかな。リペアキットは今1回使っちゃいましたね。ただ残りはまだあります。さあ来ますね。あれをかわしたないと結構厳しいよね。でリペアキットをここで2回使っちゃったんですよね。もうリペアキットの残りはなし。でこの爆炎もね、爆炎というか炎をね、下に巻き散らす残りのね、火炎にもダメージは注意ですよね。これはダメだったかな。もうちょっと進んでみましょうか。うん、ダメでしたね。ここかな。まあちょっとね、そうだね、ちょっと最初から見てもらおうかな。こっからまずはね、こう弾幕とかをかいくぐって近づいてパルスガンですね。で、電磁シールドをなくしてからね、アタックという形です。距離を取っちゃいけないんだよね。あー固まっちゃった。どうだ、これで多分クリアできたんじゃないのかなと思うんだけど、この回で。これで1回ちょっと待って、もう少しだね。あー負けちゃった。どこだったっけかな。この回はね、このバルティウスを倒したところで、ね、成功突き果てたというか、なりましたけどね。とにかく近づいて、接近戦を仕掛ける。そういうタイプのね、今 AC にね、アーマードコア、AC になっているので、自分はね、こう、近接を仕掛けないといけないんですよね。まあ、当然、バルティウスに対してはもう近接を仕掛けなきゃいけないっていう。になっちゃってるんですけども、パルスガンの射程が確かね、教えてもらったところだと120メートルぐらいしかないって言ってたんで、とにかく近づいて当てなきゃいけないでね、電磁シールドを外した後はシールドとミサイルっていう形でね、シールドじゃない、ソードとミサイルという形で本当に近接でいかなきゃいけないんですね。で、近接でばっかりやってるとこれがね、来るから。
な。もうちょっとでいけますかね、これは。まだパルスガンの残弾もあるはずですね。で、両肩のミサイルの残弾もある。で、ソードの方は、ね、オーバーヒートはしますけども、残弾は、残弾っていうかな、こう、数はないんだよね。特に、この炎がね、どうしてもなかなか。ただもうちょっと、もうちょっとね、今、もうちょっとですね、あと1回シールドを外して叩き込むことができればってところですね。ミサイルで削って最後これできましたね。よかったよかった。今見てもね、自分でもよかったよかったって感じがしますけどね。ね、でこっからまだね、まだ第1章が終わっただけってのはちょっとねびっくりしますよね。でもねね、このね、バルテウス、この敵が第1章の最後の敵っていう形になりますね。でね、ただ、この日のね、コメントをいただいたときに、素手で、まあ素手というかね、こう、まあ武器な、まあソードとかはあるかもしれませんけども、武器な、まあ素手でね、戦って勝った人もいるとかって、ね、いるらしいですけども、本当なのかなっていう感じがね、本当なのかどうか、まあ嘘は上ね、おっしゃってないとは思うんで、当然ね、いるとは思うんですけども、どうやってやるんだろうなって感じ、まあ怖いもの見たさもあるんだけども、ちょっと調べたくもないかな。YouTube に多分上がってるかなとは思うんだけどもね、ちょっとね、気になったら、アーマードコアっていう形でね、バルテスか、アーマードコアバルテスで調べていただけると、もしかしたら出てくるかもしれない。怖くてね、実はまだ調べてないんだよね。なので、もしよろしければ。はい、インスさんこんばんは。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。今日からね、4月1日ということで、日本ではね、新しい年度という形になって、アーマードコア難しいですよね。でも、前回ね、はい、小松さんこんばんは。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。バッドイースさん、ね、とても楽しいですよね。前回ね、アドバイスをたくさんいただいてね、ね。まあなんだろう、アーマードコア救出になってましたけどね、前回はね。まあそれのおかげで、第1章の最後の敵、バルテウスを倒すことが、ね、できたので、よかったなと思います。さあ、ね、次。こちらは金曜日ですね。金 J。J1 リーグ第5節同時視聴です。東京ベルギー対、京都サンガ FC。こちらの試合は、ね、2対2のドローという形になったんだけども、この試合だったかな、まあ、このね、週末の試合のどれかですごいゴラストがあったんだよね。この試合だったかな、京都の方だったかな。まあね、これですね。うん、これだよね、確かに。京都の方のゴラストがありましたよね。確かにね。で、東京ベルギー、京都がね、確か逆転してたと思うんだけども、ね、一時逆転してたで、ね、そこからね、東京ベルギーが追いついたって形ですね。こちら、これですね、この間の J リーグの結果なんですけども、そうだ、豊川選手のやつだよね。そうそう、後半すごかったですよね。うん、そうで、そうか、0対2になったんだ。0対2になったところで、
後半ね、2点追い上げてという形になりましたね。京都はそうですね、これ最後多分疲れたんじゃないのかなとは思うんだけども、ベルディの方、東京ベルディの方のね、やっぱり粘りというか、何としても勝たなきゃいけないっていうところが出たんじゃないのかなとは思います、いやでもこの試合もすごかったけども、この試合もすごかったけども翌日ですね、まあこちらはねちょっと、予定してたらね枠は作ったんだけどもって感じでね、どっち視聴できなくて申し訳ないかなと思います。秋田対、いわき、で、その後ですね、夜ですね18時からの、栃木 SC 対ビファーレン長崎、こちらもね、同時視聴をやっていきました。だからこの日はね実は2試合やるつもりだったんですよね。土曜日は2つやるつもりで、用意してたんだけどもね、現地に行っていました。あ、なるほど。じゃあ、とりあえずね、まずは、同時視聴を行った、こちらですね、栃木対長崎、こちらの試合なんですけど、こちらもね、スコアで、ドローだったんですね。スコアですじゃなくて、ドローですね。前半のね、終了間際に、長崎が先制したのはいいんですけども、後半からね、一気にこう、流れが変わりましたよね。長崎から栃木へ一気に変わって、ただね最後ゴールを終わることがなかなか難しかったんだけどもね、90分南野選手がゴールを決めて、その後ねチャンスもあったけども、逆転することができずって感じですよね。でもこの試合もすごかったですよね。さあというわけでね、週末の、J1、J2、J3、すべて見ていきたいと思います、ここでね。まずは J、せっかくなので J2 からいきましょうか。J2。で、こちら同時視聴、する予定だったものからいきましょう。秋田対岩木ですね。こちら1対2で、秋田が勝利しています。早い段階でね、先制点を挙げたんですね。こちら、あ、本当はディフェンダーなんですね、川野選手。ディフェンダーで、初得点が19年か。ね。ヘディングなんですね。ここのね、試合情報の速報っていうところをね、見ると、その、どういう感じでっていうのがね、見れるんですけども。2点目なんですね。ここで、ちょっと、速報が結構長いですね。ここですね。前半の16分。ペナルティーエリア手前から、諸岡がパスを送る。川野がペナルティーエリア中央からヘディングでゴールを右下に進めるということで。あ、しっかり叩きつけたんですね。で、この後、一進一退って感じなのかなって感じがしますね。ハーフタイムでのスタッツ、最近ね、こうやって、J リーグ公式の方でも出してくれるんですよね、速報の方で。で、後半入って、選手交代なんかも織り交ぜてという形ですね。で、最終スタッツは、シュート本数はそこまで変わらないですけども、枠内シュートが随分差がつきましたね。7対2。ただ、パスの成功率が、パスの成功数か。成功数が随分違いますね。最後は押し込まれたっていう形なのかな。いわきは荒かった。あらら。でも、その前にはイエローカードがちょっと少ない。イエローカードだけってわけではないけど。荒かったってなるとちょっとあれですね。あんまりよろしくない感じがしますね。それでは、ちょっと待ってね。土曜日の最初の試合からいきたいと思います。甲府対山口。こちら0対2で山口が勝利。今年山口、序盤、
ね、ここまで終わって調子がいいですよね。甲府に対して0対2。ジャッジも最低。あらら。審判とかってありますからね。特に J2 だと VR ないじゃないですか。ね。だからこう、主審の判断にしか委ねられてないっていうかね。主審の判断でもうどうにでもなっちゃうというか。こちら主審長峰さんですね。ただやっぱり土曜日、暖かかったんですね。12.7 度 41% ということで、ね、こちら、うん、まあ、VR がないとねこうなっちゃいますよね。なるべく早くね、J2 の方にも、VR をね導入してほしいなとは思いますけども、やっぱりお金がかかるんですよね。かかるんでしょうね。なかなか装置というかね、設備を整えられないっていうのは難しいんだけどね。ラフに対してファール取ってもらえない。栃木対長崎みたいな感じではなく、こう裏からアンチかないや、審判主審の方がそれをやっちゃいけないんだけども、もしかしたらあるかもしれませんね。あるかもしれないね。なんとも言えないけどね。うん。ね。まあ、主審の方のね、その支援というかね、市場が入ってはいけないんだけどもって言うんですね。で、こちら。甲府対山口。こちらは、0対2ですね。そうですね、特にこうシュート本数とか枠内シュートとか、あとはそうですね、まあ互角か山口がちょっと上回ったって感じですかね。そして秋田対脇があって、山形対清水ですね。こちら行きましょう。2対0で山形が勝利をしました。そういう形ですね。シュート本数が15対11。これですよ、これね。枠内シュートが5対3で、パス成功率はパス成功はそこまで、大きく変わらない。コーナーキックは清水の方に8本あったんですね。ボール支配率は、保持率はほぼ同じ。高橋選手と、木田選手と高橋選手のゴール。ね、2対0。という形ですね。なんだろうね。まあ、昨年もなんだろう。昨シーズンも案外ね、清水が。まだ見てないけど。そうそう、ダイジェストが確かまあ、あったかね、あると思うんですけど、ちょっとまだ見つけてないんですよね。ちょっと情けない話なんだけど、ダイジェストしっかりと見てないんですけどもね。まあ、でもこれでまた面白くなってくるんじゃないですかね。言ってはあれですけども。水戸対鹿児島、スコアレスとなっています。シュートが5対8か。速報。どちらかというと鹿児島が若干押してた感じですかね。ただコーナーキックは水戸の方が多い。イノカードは1対3か。よいしょ。そして、次節ホームで水戸戦です。あ、これですね。3日、今度の3、ね、水曜日が J1 と J2 がね、行
行われるんですよね。どれにしようかなーってね、水曜ナイター、ね、どれにしようかなって今迷っていますね。ね、あー、これもこれもこれもすごい気になりますね。あれさ、ビューティーゴール、インジャーリーグ、あ、床山雄太、床山、京都だったかな、違う、床山雄太、床山豊川さんですかね。こちら、ね、豊川雄太選手、まあ5打数ですよね。後ろからのパスを胸だっけ、胸でかなんかで一旦プルトラップして、その後右足振り抜いたんですよね、ボレーでね。そしたらドーンとね行ったって感じですけど、まあ、京都はね、まず前前線の3人が強力でね、決定強さがね、強さというか、うん、こう一人で決められるっていうかね、そういうのを持ってる選手が多いから、まあ結構アバウトなボールでもね、ポン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 当ててね、いけるんですよね。であとは周りの選手のね、サポートも早ければ早くてね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっとごめんなさい、トイレ行ってきます。ごめんなさいね、ちょっと取り入れてきます。すいません、戻ってきました。ではね、再開したいと思います。戻ってきました、再開、しますということでまあね、今週というかね、この週末の J リーグなんかはもうね、すごいゴールというかね、ありがとうございますね。まあ本当いろんなゴールが決まってたような感じがしますね。
どこまで行ったっけ、J2 か。あ、違う。ごめんなさいね。横浜 FC 対、仙台ですね。こちらは1対2、仙台は、はい、ありがとうございます。仙台が逆転に成功ですね。シュート本数は11対8、という形でね、そこまで大きく変わらないんですけども、開始6分で移動カードっていうのはちょっと いただけないですね。でも中野、横浜FCの中野選手がゴールを決めた後、前半ですね、後半に、中山選手が決めて、こちらのイエローカードを受けた相良選手が決めてという形ですね。速報フルタイムこんな感じですね。枠内シューター4体、そうですね、仙台が昨年とはねまた違った形になってますね。やっぱり監督とかね、そこら辺を変えて、これからね、変えようとしているところが戻ってね、もう早くも現れてるのかなという感じはします。ただね、長い目でやってる形だと思うのでね、早い結果なんか多分求めてないと思うんですよね。だから5年ぐらいかな、5年ぐらいで、そんな中で J1 に昇格して、その中で J1 に昇格したら今度は、定着をして、で、さらに上位をね伺えるような体制を作ってっていう感じかなと思いますね。パス成功本数もほとんど同じ、コーナーキックのところが差がついてますけども、シュート本数も枠内本数もほぼ同じでね、これは正直言うとどっちがね、勝ってもおかしくないような感じになりましたね。そして、徳島対群馬なんですけども、0対1、群馬が今季初勝利ということだったんですけども、徳島ニュースがし、あ、ニュースというかね、監督解任になっちゃいましたね。しかもなんか、この試合後の、サポーターとの話し合い、スタジアムに残ってサポーターとの、話し合いね、社長の話し合いですね、そこで、監督を、じゃあ解任しますっていう話になっちゃって、実際解任しちゃったらしいんですよね。でちょっと待ってくださいね、ちょっと一旦調べますね。ニュース、これですね、ヤフーニュースから、激坂ですね、激坂のニュースですね。開幕して何試合だこれ、7試合で解任。開幕わずか1ヶ月。ただここがね、こうやって普通に書かれていますけども、ボロボロ、こうやって普通に書かれていますけども、ちょっと待ってね、じゃあちょっと URL 出しときますけども、こちらですね。ここにはね、普通に書いてありますね、監督の言葉として、普通に書いてありますけども、で、ここもね、岡田本部長も、普通ね、普通の文言として書いてありますけども、あ、違うか、岡田本部長も
教科本部長もあれなんだ、解任、電撃辞任しちゃったんだ。あららら、ちょっと待って、このところに関する なんかいろいろやばいですよ。島川選手が電撃引退？え？今この中で電撃引退？え？嘘。え？どうすんのこれ。今日の19時のニュースですね。激坂。で、さっきちょろっと見たんですね。あったんですけども、ちょっと待ってね。さっき本部長が、監督と、教会本部長が退任されましたよね。で、ここだと、ヘッドコーチが暫定的に監督に就きますよって書いてありますね。で、他にはで、ね、あとは2時間前には、ヘッドコーチに黒部さんを招聘しましたと。教科本部長。どうなんだろうね。選手のうちの一人が、あれでしたよね、今練習に参加してないとか、こう練習に参加してないわけじゃないのか、なんだっけな、まあ監督に対してね、文句というのかな、あんまり従ってないっていうことをね、言われてましたよね、一人だけが。で、それで、それをどうにかするわけでもなくてっていうことですね。長官先に、これが、試合のあと、これですね、徳島新聞から出てきたと思うんだけども。コンテンツがダメか。会員限定となってますけども。どうやったかな。確かね、選手が一人、言ってしまえば造反というかね、謀反みたいな形で、確か、どこだったかな。ニュースでいいのかな？もう一回ちょっと、ニュースの方で、引っ張ってみましょう。確かチラッと書いてあったような気がするんですよね。リアクションさんか。これはあれですね。群馬側から見たニュースですね。記事です。
まあちょっとね、書いてないのであんまり、下手なことは言えないかなと思うんですが、まあそんなこんなでね、徳島が、まあね、この間言われたように、本当に徳島が、内部がね、もうガタガタになっちゃってる。ただね、ハイライトを見た限りだと、この試合をね、すごいね、ガンガンと言ってたんですけども、ただ、監督の退任というかね、まあ人事権のところで、その、ね、わずか10分で、サポーターからこう言われて、で、サポーターから言われてないか、スタジアムに残っていたサポーターとの話、ね、お話し合いをまずして、で、少し待ってくれないかと言っといて、で、10分待ってくれって言われて、で、その後で、じゃあ監督を退任させますっていうことで、退任させてっていう感じですね。なんかそんな記事があったような気がするんだけども、まあそんなことやってればね、ちょっと、監督になりてもなかなか出てこないだろうし、かといって選手もね、じゃあどうすればいいのって思っちゃうし、ちょっとね、選手としては気の毒すぎるだろうし、ね、監督としてもこれはやるせない、形でしょうしね、まあどうなるのかなって今後ですね、本当に。ただこの試合に関しては、本当にね、スタッツだけ見ても、ね、徳島がね、シュート14本に対して群馬が5本。ね、枠内シュートはちょっと少ないですけども、徳島の方がね、押しているっていうイメージはつくんですよね。で、ハイライト見ても、徳島は実際ね、群馬のゴール前に襲いかかってたってところもあったんですけども、ね、決めるところで決められなかったって言ったわけです。でね、それでこうね、ここで退任っていうのもちょっと厳しいなとは思いますけどね。まあ、次の監督招聘して、で、今回はね、教科本部長もね、辞任してっていう形で、で、島川選手も引退ということで、今後どうなっていくのかはもうね、チームの総合力にかかってくるかなと思います。ね、どうなるかは正直わからない。こちらとしてはね、もう見るしかないので、ね。そして、大分対、岡山、こちら0対0、スコアレスですね。本当、徳島はどうなっちゃってるんだろうね、って感じですね。一時は、まあ、2回 J1 に上がったんでしたっけ、ね。ただ、こう、J1 に上がった時点で、こう、有効な戦力補強っていうかね、毎回できなく、2回ともできなくて、で、ほぼね、J2 の戦力、プラスアルファで戦ったんだけども、やっぱりこう、耐えることがね、1年間こう、で、まあ、頑張ることができなかったっていう感じですよね。1年ですぐ、ね、戻っちゃったっていう形なんだけども。ですよね。そして大分対岡山ですけども、こちらはそうですね、そこまで、どちらかというと大分ホームの方が、ある程度ボールを持ってるって感じですね。パスの本数も329対151なので、っていうところですね。あ、でもこれか、51分にレッドカードを受けているのか。そうなると厳しいですね、柳選手。ちょっと待って。ディフェンダーの柳選手が、じゃあ控え？ん？どういうことだ？ちょっと待ってくださいね。これは。下から見ていきましょう。ここまでですね。で、後半ですね。動いたのは。前半だけだと、
岡山が押してたんですね。大分はもうなんだろう、押し込まれて押し込まれてしょうがなかったっていう感じになりますね。ただ問題がこれですよね。レッドカード、レッドカードで、で、ディフェンダーだから岡山は、まあ、選手交代して守備をね、増やさなきゃいけないって感じですね。で、こっからでも大分も詰め切れなかったってことか。いやでもなん79分に変わってすぐレッドを受けたってことじゃ、51分でしょ、ちょっと待って、な、ちょっと待って、どういうことだ。これ合わないですよね。なんで、なんで51分にレッドカードなんだ。あ、こっちだこっちだ、ごめんなさい。あー、ごめんなさい、間違ってた間違ってた。ミッドフィルダーだ、ミッドフィルダーの柳選手ですね。ミッドフィルダーの柳選手、ディフェンダーの柳選手とちょっと間違えてたんだ。ミッドフィルダーの柳選手が退場か、レッドカードか、一発デッド。でもこれでどうでしょうね、 J2 もまた分からなくなりますよね、ごちゃっとなってくるのかな。次、熊本対千葉、1対0、熊本が勝利をしています。86分のゴールという形ですね。速報、最終的なスタッツはそうですね、最後は千葉が押したという感じですかね。枠内シュートが2本と3本か。前半と後半のスタッツ、前半はほぼ互角、どちらかというと、熊本が押してた感じですね。で、愛媛対、藤枝は3対0ですね。愛媛が結構調子がいいというか、J3 から上がってきてね、いい感じですよね。連敗がなかったんじゃないかな。ただシュート本数は藤枝の方が上回ってますね。ただ決定機をつなげられなかったってことかな。そしてこちらですね、栃木対長崎は1対1のところっていうところですね。で、順位表の方いきましょう。 J2 岡山が、トップは変わらないんですね。で、2位に清水、3位に、仙台、4位に長崎という形で、差が詰まったっていうことですかね、これね。で、まだ、岡山と、仙台が、負けていないんですね、今シーズンは。で、4位以下、5位に、横浜 FC、そして甲府、山口、愛媛、山形、秋田、栃木、いわき、大分、鹿児島、熊本、千葉。千葉が、4敗のうちの3敗がここ直近なんですね。これ厳しいよね。で、藤枝、水戸、群馬、徳島となっていますが、ただ、
徳島は今ね、内部がボロボロな状態で、さらにそのね、徳島にね、あのこの試合は押し込まれて、ね、カウンターの一発だったかな、ワンチャンスで、なんとかね、勝利につないだ群馬という形なので、正直ちょっとこの2つはこのままだと厳しいなと思いますね。こちらの、まあこれから立て直してくれればまた変わってくるかなと思いますけども、ね、ただ、昇格の方ですね、昇格の方は正直わかんないですね、これね。軸はね、甲府と清水だと思ってたんですよ。甲府と清水と、ね、あとはね、長崎は今年は当然ね、力入れてくるでしょうから、甲府と清水と長崎ぐって、争っていくのかなと思ったら、岡山がね、ドンと来て、仙台も好調だし、ね、山口も愛媛も山形も秋田もね、いい感じに来てますからね。まだ分かんないですね。第7節が終わった時点ではこういう感じで、第8節なんですけども、全部水曜日の夜ですね、仙台対愛媛、そして秋田対水戸、岩城対藤枝、群馬対大分、千葉対栃木、清水対徳島、岡山対、横浜 FC、 山口対熊本、長崎対山形、長崎対山形か、鹿児島対甲府という組み合わせになっています、では J1 いきましょう。まずこちらはね、まあね、途中で見たからいいかなという感じですね。どうしました？こちらかな、もしかして、今度の、水曜日の長崎対山形、これですか？ね、エスパルス、あ、これですね、これですね、清水対徳島、うん、これは今の時点で言うと、言ってしまうと、清水は勝っておかしくない試合なんですね。つうか、清水は本当に勝たなきゃいけないね。勝たなきゃいけない試合ですね。勝って当たり前の試合になってるんですよ。フォームで、しかもね、今ごたごた続きになってる徳島でしょ？ね。当然、清水としては勝たなきゃいけない。勝って当たり前の状況になってるわけなんですけども、ただ、徳島はここで踏ん張らないと、どうしようもないので、ここで踏ん張れれば、まあそうですね、例えば0対1でもいいと思うんですよ。0対1とか0対2でも、引き分けだったらもう上等ですね。勝てばもうすごい、なんだろう、花火を打ち上げてもいいぐらいだと思うんですけども、そういう状態になってると思いますよ今。ね、示しがつかないですけども、だから逆に変なプレッシャーがかかる可能性もありますよね、清水は。これ変に意識してしまって、こうね、プレッシャーがかかってね、自分たちでガタガタってなんで、崩れていくっていうパターンもありますから、そこは気をつけないといけないですよね。まあ、そこは監督や選手なんかが、しっかりと引き締めて、ね。あとはね、まあ、チーム全体っていうかね、クラブ全体で引き締めていかなきゃいけないかなと思います。徳島は徳島で、ここでね、しっかりと、ね、もう決まったことはしょうがないので、ね、決まったことはしょうがないので、こう、また再結集してね、再結集とか、こう、心を一つにして、ね、対清水に対してやっていかなきゃいけないのかなと思います。ね、
ちょうどね、春休みのところでね、この間の、土曜日があって水曜日があって、さらにねまた日曜日に試合があるというちょっと大変なスケジュールですけども、ちょっと待って、ちなみに日曜日の試合、第9節相手は千葉です。対戦相手が大変だな、これ。対戦相手がっていうか、対戦する相手が大変になってるんですね。すごいね、特殊に。どうなるんだろう。これが第9節でしょ？第10節は、第10節は13日ですね。第10節は13日となります。徳島は長崎と。そうだね。いや、なんだろう。ここはもう、ハードスケジュールじゃなくて、もう、すごい強い心を持っていかないといけなくなっちゃいましたね。徳島は。まあ、水曜日、どの試合を、ちょっとね、どう実証しようかなってちょっと悩んでしまいますけどね。清水対徳島、気になりますよね。全部ね、19時とか19時半だから、どれか1試合にね、絞らなきゃいけないんですよね。厳しいですね。では、J1 の方戻りたいと思います。土曜日。広島対、ガンバ大阪。ガンバ大阪が先制に成功したんですけども、すぐさま、広島が追いついたという試合ですね。イエローカードなし。お、すごい。ただ、シュート本数とか、ここら辺見ると、広島だよねって気がしますね。ただ前半の終わったところではどうなっちゃうんだろう。若干広島が上回ってたって感じですかね。あとはこちら戦、そうか、ちょっとさっきのところに行って、徳島の戦況を見てみましょうか。こういうのがあるんですよね。選票、ダイジェストもありますね。主導権を握ったのは徳島という形でね、ずっと、終了まで徳島がこうずっと主導権握っていたんだけどもね、ここですね。徳島はペナルティエリア付近でフリーキックを獲得して決定機を迎えたものの、その流れから、群馬のカウンターがスタートで、これをね、カウンターをしっかり決めてって感じですね。で、他はちょっと書いてないですね。で、こちらでは吉田監督会にやっとですかって書いてありますけども、このね、この西谷選手か、西谷だったかな。そう、J1 再開札幌です。はい。西谷選手。ちょっと待ってね、選手名。こちらですね、この2。この西谷選手が、今、ちょっとチーム内で浮いてるよっていう、状況になっているらしいですね。確かね、徳島新聞のニュースで、記事でね、書いてあったりとかしたんだけども、さっきね、有料記事になってたんで、ちょっとあれですけども、実際出てないんですよね、最近。ここ数試合多分出てないと思う。
そう、J ね、まあ、J1 の方順位表先に行っちゃいますか。ね、札幌がまだ勝ちがないんです。札幌と東京ベニーは勝ちがなくて、で、まだ得点が2なんですね。で、この間の試合が、これですね。この間の試合が、神戸に対して6対1。神戸と対戦して6対1。しかも、得点がね、オウンゴールなんですよ。オウンゴール。うん、まあ、この試合のね、ハイライトも、神戸が押してに押して決定機を作りまくって、ね、という形になってたんですけども、シーズン途中でね、西矢選手はね、ちょっとチームクラブとしてもなかなか使えないかもしれません。もしかしたら監督が変わって使っていくかもしれませんけども、どうなんだろうね、ちょっとそこはわからないです。ただ正直クラブの中で浮いた存在になってるっていうのはなんか書いてあったような気がしますね。でね、神戸がね、この試合6点取ったんだけども、正直言うと、まあ、結構ね、いろんな方が言ってるんですけども、うん、札幌としてはよく6点で済んだなっていう試合でしたね、これ。申し訳ない。神戸としてはもう6点じゃ物足りなかっただろうなっていう試合です。これね、速報。もうね、最終スタッツがこれですよ。ちょっと赤でね、見づらいと思うんですけども、シュート本数、24対5、枠内シュート13対0、パス本数はね、パス成功率は、ね、札幌は多いけどもっていう感じですね。まあ、それ以外はもう圧倒的に神戸が。あ、エスパーですね。じゃあ、今度の水曜日は清水しますか。ね、J1 もいいけども、JS の方も気になりますよね。で、ちょっとね、神戸の方先に見たんですけども、次ですね、新潟対柏は、こちら、被災者のドローですね。速報、最終、のスタッツとしては、そうですね、柏が押していったって感じですね。シュート本数が11対20で、枠内シュートが1対11、ここは圧倒的ですね。で、コーナーキックも多い。ただ、ボール保持率は、新潟か。まあ、新潟がこれ、パスを回さざるを得なかったってことでしょうね。こう柏もね、早い段階で得点力はあると思うんですけども、いかんせん追加点がないですよね。2点目がなかなか上がらない。それを踏まえると大宮は良かったというしかない。大宮は、まあ、昨シーズンは結構、ね、ボロボロでしたけども、今シーズンに入ってね、J3 で今は絶好調ですよね。絶好調という感じで今ね、来てますもんね。まあ、新潟で柏は引き分け、そして、こちらですね、鹿島対磐田1対0で鹿島が勝ったんですけども、これ、うん、磐田が勝っていっておかしくない試合でしたね。最終的なスタッツは13対16のシュート本数、枠内シュートは2対4、うん、まあどっちに転ぶかわからない試合になってたかなと思いますが、磐田の方がシュートというかチャンス回数がね、多かったような気がします。でやっぱりジャーメインがすごいですね。なんだろう、
体が少し太くなったというか、がっしりした感じがしますよね。昨シーズンあたりから考えると、ジャメイヨがっしりして倒れなくなったというか、ポストプレーもできるようになった、ポストプレーをするための体になったって感じですかね。でそれでプラスアルファのこう走ね、走力もあるからって感じで、すごいたくましくはなったんだけども、勝負強さで言うとまだ鹿島の方が強いのかなって感じがしますね。で、浦和対福岡は、2対1浦和が勝っています。サンタナ、チアゴ・サンタナが決めましたね。最終的なスタッツはもっと16対4。おー、シュート。そうですね、これも浦和が押していたっていう感じになりますね。というかもうこれは圧倒していたって言っていいのかな、ただこの少ないチャンスでも福岡よく1点返しましたよね。そんなイメージがありますね。で、町田対鳥栖ね、こちらは3対1、町田が強いですね。強いというか、勝負強さというか、勝つためのサッカーをね、しっかりとやってますよね。勝つためのサッカー。最終スタッツはこんな感じですけども、ね。まあ、確実に押し込んでいきましたよね。得点をね、パンパンパンと。開始5分でね、先制点。ね、同点に追いついたね、トスなんだけども、後半、ね、オセフン選手に、短い間で2得点がね、挙げられてしまって、まあ、ここら辺で勝負あったかなという感じですね。で、まあいいや。名古屋対横浜 F マイナス行きましょうか。こちらはね、横浜が先制したんだけども、まあ、森島選手のゴラストもあったし、フリーキックだったよね、これね。違うか。まあ、すごいゴールもあったし、山中選手のね、これ、フリーキックからのゴラストですね。長屋の1点目の、選手交代に関しては審判団よりコメント出すべき。なんだろう、何かあったかな。1点目、まあスタッツの上ではこんな感じですね。フリーキックで山中選手はゴールを決めた。で、その後ここですね。多分オフサイドとかって言いたかったのかな、このコメントのところは。わかんないですけどね。まあ、これで、名古屋もね、また、ほぼ互角に戻して、ね、五分に戻してきたんじゃないかなと思います。で、こっちですね、川崎対、FC 東京。玉川クラシコということなんですけども、72分にエディソン選手が、抜け出したところ、ペナルティーエアの外に出て畑野選手が、エディソン選手を倒してしまったという判定になりました。プレーが振ってね。で、まあペナルティーエアのそこで決定機阻止っていう形なので、レッドカード
で、変わって野沢大志、ブランド選手が入ってね、ゴールキーパーを務めることになったんだけども、残念ながら、10人ではなかなかっていうところでしたね。その後追加点を許してしまったという形になります。最終的なスタッツは20対5とね、まあこれはしょうがないのかなって感じがしますね。まあでも前半からね、川崎が押してた、そんなハイライトもあったね、ハイライトの印象でした。FC 時はね、なんかまた少しバタバタってあったような感じでね、バタバタしてた印象がちょっとね見受けられましたね。そして最後、SS 大阪対湘南ですね。こちらは2対0。イエローカードはなくて、後半に2得点を挙げたセレッソが勝利していますって感じですね。スタッツの方は、ほぼ互角ですね。ほぼ互角です。湘南は決定力になるのかな。でも枠内シュート5本でしょ。枠内シュート4対5で2対0ってことは、ゴールキーパーのところもあれなのかな。で、改めて順位ですね。 J1 の順位いきたいと思います。トップは町田、勝ち点13、続いてセレッソですね。そして、神戸、鹿島、広島、ガンバ大阪、ただね、ガンバ大阪と、横浜 F マリノスは1試合消化が少ないです。こちらはご注意ください。で、7位に新潟、以下浦和、柏、川崎、横浜 F マリノス、名古屋、京都、湘南、FC 東京、福岡、東京ベルギー、岩田、鳥栖、札幌となっています。鳥栖も1勝4敗か。まあいつもね、このシーズンもこれギリギリになるのかな、もしかしたら。札幌は心配ですね。何かテコ入れしたいところですけども、監督を変えるわけにはいかないんだろうな。選手ですよね。こうペトロビッチ監督の、サッカーに慣れた選手をもう一人ぐらい獲得したいですね、他のチームから。言うなればここからねここのチームから一人ね、取れるといいのかなとは思いますけども。ね、昨シーズンのオフで、結構いろんな選手がね、出してしまった、取られてしまったという形になっているので、サプライズ。ね、ペトロビッチはちょっと外せないですね、監督はね。外して新しい監督にしたとしても、今までね、ペトロビッチ監督のサッカーを、サッカーがね、長年やってきたわけだから、それをね、じゃあ いきなり変えますってのはもう変えられないですよね。だから、このペトロビッチ監督の下でやるっていう選択肢しかないわけです。で、その上で、攻撃力とかね、プレスとか、そこら辺を、以前のね、ラインまで戻さなきゃいけないってなると結構大変なことだと思いますね。ただそれだけのね、資金力というかね、選手をね、この夏の時点で、獲得できるだけのお金がね、用意できるかどうかにかかっているのかなと思いますね。あとは選手の意識改革とかそこら辺ですね。選手のこうやる気をもっとね、持ち上げるものとか、
まあ、いろいろなね、方法があるとは思います。モチベーションの上げ方とかね、やり方の、ちょっとした変え方とか。ただまあ今のままじゃまずいので、早急にね手は下すと思いますね、何かしらの。そして J3D です。J3D は、土曜日と日曜日で、水曜日はなくて今度はね、土曜日と日曜日になりますね。また、こちらはね、スコアだけちょっとご紹介したいと思います。相模原対讃岐は2対1相模原、FC 大阪対今治は0対0、ほぼね上位対決でしたね。こちら、長野対沼津は3対1、長野、琉球対富山は3対1、琉球、そして鳥取対八戸は、スコアレスドロー、岩手対、宮崎は1対0岩手、福島対、YS 横浜は0対1 YS 横浜、松本対岐阜は1対2岐阜だったんですね。で、奈良対金沢3対3のドロー、点の取り合いでしたね。で、北九州対大宮1対1のドロー、ね、ここで大宮がドローになっています。北九州の粘りっていうんですね、ここで出ましたかね。さあ J3 の現在の順位表です。あ、入れ替わってますね。岐阜が今トップ、ただね、消化試合が6と7とね、ここバラバラになっています。ルヴァンカップの影響ですね、影響で、試合のね消化数がちょっとバラバラになっています。なので暫定ですね、暫定で今岐阜がトップですね、勝ち点16で、2位に大宮、3位に FC 大阪ですね。で、沼津、今治、相模原、琉球、長野、松本、奈良、鳥取、福島、富山、金沢、金沢も戻してきましたね。金沢、そして北九州、YS 横浜、讃岐、八戸、ね、岩手、そして宮崎がまだ1勝を挙げられてない。讃岐もそうですね、まだ勝利が挙げられてない。早い段階でね、勝ちが欲しいところだと思いますけども、第8節の組み合わせは鳥取対福島、今治対長野、大宮対 FC 大阪、これも上位対決ですね、相模原対岐阜、こちらも上位、富山対北九州、金沢対松本、沼津対、岩手、宮崎対奈良、八戸対琉球、そうすると讃岐対 YS、 おっと勝ち点1の差であるんですね。 J3 もこれ大変だな。そして、この間ね、北朝鮮戦が流れたってあったじゃないですか。そちらをね、結果が、決まりました。最低が決まりました。北朝鮮が急にね、試合できないよ、試合会場変えますよって言って、ね、試合ができなくなったやつですね。こちらは募集試合になりました、ね、要するに、不戦勝不戦敗、まあ、北朝鮮から見て、0対3 0対3の日本の勝利、という形になっています。なので、これで、日本が4連勝という形で、勝ち点12で、最終予選進出ですね、決定しました。ただ、北朝鮮の今後っていうのはまだ、しっかりと、決まっていないらしいです。今後の、まあ、最低というのかな。
まだ予選を、戦うことができるのか、それともここで、あなた方は、終わりですよってなるのかはまだ決まってないらしいです。少なくとも、北朝鮮対日本の、試合の結果に対しては、日本の3対0の扱いというふうになったそうです。まあこれでね、最終予選に、行けることになったので、あとはね、6月の、シリア戦、そしてミャンマー戦ですね、こちらの2連戦は新しい戦力なんかを試してもいいんじゃないかなとは思いますね。あ、そうそうそう、それで、その上でですけども、FIFAランク FIFA ランクがね、発表されましたね。そうそう、あ、これじゃちょっとあれだな。FIFA ランク、ヤフーニュースかな、これは2月16日のあれ、これじゃないですね。最新でいいか、最新ですね。3月15日、2月15日、おかしいな、最新があるはずなんだけども、3月の途中で発表されてるはずなんですよね。これはいつのニュースだ。あ、次回は4月4日発表なんですね、ごめんなさい。4月4日発表ということですよね、次回は。フィファランキング。ただ、韓国が、予選で、タイ代表に引き分けたとかってあったじゃないですか。で、そこでもしかしたら FIFA ランクが、下がってしまうというか、アジア勢で4番手になってしまうっていう、ね、そういう考えを今持ってるそうです。もしかしたら、予選のね、プールの、ね、2つ目に入ってしまうっていう可能性もあるっていうことで、今、どうしようどうしようというふうにね、やってるらしいですけども、まあ、FIFA ランクがね、発表されてからになると思いますし、3位以降は多分6月のね、発表の後ですね。FIFA ランク。北は深夜。負けてしまい。ね。FIFA ランクは多分6月を参考にするとはなと思います。なので、まだね、どうなるかはわかりませんけども。まあ、これで、最終予選、これでいいのかな。あ、ちょっと待ってね。これでいいですかね。ロイターですね。サッカーカタールなどが、ワールドカップアジア最終予選進出。日本戦は、まあ日本戦は中止になってますけどもね、これは3月の27日の、ニュースなので、まあこの後ね、昨日か一昨日だったかな、この最終予選ね、2次予選の北朝鮮戦の扱いが出たということでね。で、
A 組の方のが最終予選を決めたということでね。 B 組ではシニアがミャンマーに7対0 7対0 そう、ああだからなんですね。あそっか、FIFA 出せばいいのか。 FIFA これを出せばいいんですね、いつも通りねえ、これよしね、大会AFC6 チームが AFC3 次予選3次予選に突破を決めたってことですね。ヨルダンとシリアは7発対象、オーストラリア、イラン、イラク、カタール、UAE、ウズベキスタン、そしてプラス日本ですね。こちら3月の27日の、情報ですけども、ワールドカップ2次予選突破を決めたと。今回あと対戦したくない。グループ順位で行った方がいいのかな。試合結果行って、こっち行きましょうか。ここですね。26日、27日のあたりですね。ね、こちらキャンセルになってますけども、こちら日本の3対0ですね。で、オーストラリアが5対0でレバノンに勝利して、オーストラリア突破してますね。で、パレスチナが、1対0で、アウェイでバングラデシュに勝ったんですね。で、イラクがフィリピンにアウェイで5対0。インドネシアがベトナムに対して3対0。で、中国がシンガポールに対して4対1。韓国がタイに対して3対0。アウェイですね。アフガニスタンが2対1。インドを下している。キルギスが5対1。チャイニーズ・タイペイに対して5対1。で、オマーンとマレーシアは2対0。で、ウズベキスタン対、香港は3対0。ウズベキスタン。で、サウジアラビアがちょっと苦しんでる感じかな。1対1のドローですね。で、イラン対トルクメニスタンは1対0、イラン。バーレン対ネパールは3対0、バーレン。UAE 対イエメンは3対0、UAE。シニア対ホントだ、7対0。シニア対ミャンマーは7対0。ヨルダン対パキスタンも7対0。カタール対、クウェートが、2対1、カタール。めちゃくちゃだな。で、グループ順位ですね。日本と北朝鮮の、ところがまだこう反映されてないんですね。シリアがこれで2位には浮上。ね、勝ち点が7で、得失点差が3なんですね。ミャンマーは、そうですね、このマイナス17が厳しいですね。マイナス17、厳しいですね。だからあとはこの北朝鮮の最低次第、北朝鮮に対する最低次第になりますよね。予選をこのまま継続して行えるのであれば、シリアとミャンマーに対して連勝すれば、連勝か1勝1分け、すればまだシリアと並ぶ感じはありますよね。1勝1分けだとまずいのか。シリアに勝ってミャンマーに引き分けだったらいけるのか、もしかしたら。そうですよね。
ただどうなんだろうね、ここの裁定が本当にわからない。 FIFA がどういう決定を下すかね。で、カターヌが突破でしょ。で、ただこのグループ C がまだ決まってないみたいですね。韓国、中国、そしてタイ、この3つの、まだ残り2試合でまだわからないって感じになってます、はっきりとね。で、カザフスタンですね、 KGZ だから間違いないで、こちらが9、勝ち点9で並んで、マレーシアが、勝ち点6、ここもまだ突破が決まってないのかな。で、イランは、イランと、ここグループ E はもう決まってますね。決まりましたね。イランとウズベキスタン。うん。ですね。イランとウズベキスタンがもう、ここが突破ですね。で、グループ F は、イラクが突破。サウジアラビア、ヨルダン、タジキスタン。ここまだわかんないですね。グループ G。グループ G もちょっとわかんないですね。UAE はどうだろう。勝ち点12。これは突破したのかな。ただ2位がバーレーン、9か。9だからまだわかんないんですね。いや、いいのかな、UAE とバーレーンでいいのかな、多分ここね。グループ I は、オーストラリアということですね。オーストラリア、イラン、イラク、カタール、UAE、ウズベキスタンがね、突破してますね、ってことですね。消えてしまったら日本戦のみです、FIFA がねどういう裁定をするかがわからないんですよ。あの全てがね FIFA に今一任されてるんですよ。今回は AFC じゃなくて FIFA なんで、ねどういう裁定が下るかわからないよってところですね。アフリカはどうだったかな。アフリカはこの間やったんだっけ。この間やりましたね。なので、実はこちら。まあ、こんな感じでね、いきたいと思います。では、プレミアですね。レッドカードが結構多いんだけど。レッドカードが多いんだけど。ニューカッスル対ウェストハム。ニューカッスルの方にイエローカード。あ、レッドカードか。あ、でも、後半のアディショナルタイムですね。なるほど。ウェストハムも結構厳しくなってきた。そしてもう次ですね、チェルシー対バーンリー、バーンリーの方に、前半でねレッドカードが出たんだけどもっていう感じです。こちらよく追いつきましたよね、バーンリーね。先制点を捉えたんだけども47分、後半開始早々に、バーンリーは追いついた。ただ、78分に逆転、追加点を取られた後に10人で追いついたんですよね。まあ10人で、どっちも追いついたんですけども、バーンリーはね、すごかったよね。チェルシーがですね、シュート33本、バーンリーは18本、なんも言えねえというか、チェルシー1人少ないバーンリーに2度追いつかれるってちょっとやばいんですけどもね。この陣容でこのメンバーでね1人少なくて引き分けるってどういうことなんだってちょっとなっちゃいますよね、毎回毎回。まあチェルシーに対してはちょっとね厳しく言っちゃいますけども、これだけの人がいてね、1人少なくなった相手に対して引き分けるってちょっとね。そして、シェフィンドユナイテッド対フラムは3対3のドローですね。ただシェフィンドユナイテッドは8本のシュートで枠内シュート4本でよく3点取れたなって感じですね。で、ノッティンガムフォレスト対クリスタルパレスも1対1、ボーンマス対エバートンは2対1、ボーンマスが競り勝ちました。で、トッテナム対ルートンタウンは、2対1、ルートンタウンが最初先制したんですよね。ただ、最後ね、トッテナムの方に、追いつかれた。
で、橋岡選手は後半途中からという形ですけども、ね、出ていましたという形です。そしてアストンビラ対、ウルブスは、2-0で、ブレントフォード対マンチェスターユナイテッドは1-1、ね、マンチェスター、ちょっと待って31本、そうだね、ブレントフォード31本打ってたんだね。いや、得点がちょっとすごいんですけども、マンチェスターユナイテッドの先制点が90分プラス6分、でその後90分プラス9分、要するに後半のロスタイムでどちらも得点を取ってる。なんだこれで、リバプール対ブライトンは2-1と、リバプールが勝っていますね。まあね、ブライトンが先制したはいいんだけども、あとはね、リバプールが押してたってことですね。シュート本数が30-9、とんでもない。でマンチェスターシティなんだこれ、何なんだこれですよね。マンチェスターシティ対アーセナル、こちらは0-0です。これです。でこれもハイライトが出てましたけどもね、まあね、ハーランドがこうなかなか、ね、ゴールまで今シーズンはなかなかつなげられてないところがありますよね。で冨安選手は後半の途中からっていう感じですよね、なってますよね。で、この試合はね、どちらも痛み分けという感じですね。本当謎ですよね、チェルシーはね、チェルシーが謎ですけども、これで、試合数が、ばらつきがありますけども、30節が終わって、現在リバプールがトップ、勝ち点67ですねで、2位にアーセナル、3位にマンチェスターシティ、アーセナルが勝ち点65、マンチェスターシティが勝ち点64と、この3つの中での優勝がってことですね、今シーズンはね。で次いでアストンビラ59、トッテナム56、マンチェスターユナイテッド48、ちょっとね、トッテナムとマンチェスターユナイテッドの間も開いてますね。ウエストハム、ニューカッスル、ブライトンはちょっとね、ここで少し下がってますけども。で、ウルブス、チェルシーがなんでここにいるんだってね、前回も言ったと、毎回言ってると思いますけどもね、11位なんですよ、今ね。で、フラム、ボーンマス、クリスタルパレス、ブレントフォード、エバートン、ノッティンガム・フォレスト。ルートンタウンはもうちょっとですね、もうちょっとで、ノッティンガム・フォレストに勝ち点には並んでるんですけどね、得失点差とかですかね、今。で、バーンリー、シェフィールド、ユナイテッドとなっていますね。で、ラリーガなんですけども、スペインですね。30節。カディス対グランダは1-0でカディス。フェタフェ対セビージャは0-1。アルメニア対オサスナ0-3。バレンシア対マリオカは、スコアです。バルセロナ対ラスパルナス。やる気なしと見ても。でも、この間のカラバオカップは、すごい闘志を燃やしてましたよね。っていうか、チェルシーの今回の得点者なんですけどもね、チェルシーの得点者、このパルマーって選手、この選手背番号20の選手なんですけども、カラバーカップでもすごい活躍してて、まあ、そこからね、そこからじゃないのかな、もう少し前から出番があったかもしれませんけど、今ほとんど中心というかね、そんな感じがします。なんだけども何が悪いんだろうかって感じですね。何がいけないのかさっぱりわからない。バルセロナ対ラスパルマスは1-0、ね、シェルタ対ラージョは、スコアです。ジローナ対ベティスは、ジローナが3-2で勝っています。アラベス対ソシエダは0-1なんですけども、ソシエダの久保選手が怪我をしたと、怪我ということで、早々にね、交代しています。何分なんだっけな。試合経過。前半だったかな、そうですね。前半の44分でくれ、交代しています。軽い怪我で
進めばいいですけども、どうなってるかちょっとねまだ司会としてニュースを見ていません。でレアルマドリードはビルバオに対して2対0で、ビジャレアルとアトリティコは今日ですかね、今日というか明日の4時になってるよ。これはいつなんだ、明日の4時現在順位は、マドリードですね。これはねバルセロナが追いついてきてますけども、バルセロナとジローナの2位争いってとこでしょうかね。でもジローナ昨シーズンは確か残留争いしてたような気がするんだけどもな。で、4位にビルバオ、そしてアトレティコ、ソシエダ。ソシエダもなんとかね頑張ってね、またチャンピオンズリーグはちょっと厳しいかな。ビルバオまではねちょっと遠いと思うんですけども、どうだろうな。 EL か ECL かどちらかですね、頑張ってというふうにしたと思いますね。で下3つが、カディス、グラナダ、アルメディアなんですけども、グラナダとアルメディア勝ち点14と13ちょっと厳しいですね。ねえ、映画何やってんって感じですよね。まあこんな感じで、じゃあブンデスへ行きたいと思います。こちらね、メンヘングラードバッハ対、フライブルクというね、板倉選手対、ドアン選手というね、ところがありましたけども、こちらはデータイさん、フライブルクが勝利しています。ドアン選手が得点していますね、57分。で、板倉選手は、イエローカード。出てますね。イエローカード前半の32分で1枚出しちゃって取られちゃったんですね。でフランクフルト対ウニオンベドリンは0対0スコアレスですね。スタメンはさすがに長谷部選手はいない、途中出場でもいなかったですね。レバークーゼン対ホフェンハイムは2対1。レバークーゼンが最後、ね、終盤も終盤のところで逆転に成功という形でね、まだまだ、まだ負けてないんじゃないか。そうだね、まだ負けてないんですよね、今シーズンね。今シーズン負けてない。それをまだ継続しています。さすがにね、80何分まで来て、得点がないってなると、これはと思ったんですけども、さすがというか、なんというか、ね、得点、2点、そしてこれはなんだって感じですけども、ね、これはなんだ、ブレーメン対ウォルスブルグ、レッドカード1枚ずつです。ウォルスブルグが2対、0対2で、勝利していますが、ブンデスはレバークゼンですね、今シーズンはね。レバークーゼンだと思います。だってほら、27節終わって、勝ち点が73ね、2位のバイエルンが60でね、13の差なんですよ。でまだ、レバークーゼン負けてないんですよね、負けてないんですよ、逆にバイエルンを、シュツガードがね今襲いかかってるところですね。まだまだそんな感じがします。それでは続き、ね、ライプツヒ対マインツは0対0の引き分け。ライプツヒもなかなか勝ちきれないところが多くなっていますね。でバイエルンは今回負けています。ドルトムントに対して0対2、ね、
追いかける立場なのにこれはちょっといただけないですね。で、アウクスブルク対ケルンは1対1のドロー。で、シュトゥットガルト対ハイデンハイムは、ハイデンハイムが後半のアシナタイムですね、レッドカードが出たんだけども、これで終わったね。3対3のドローになってますね。ハイデンハイムよく3対3になりましたね。85分、あ、途中までリードしてたんだ。ただレッドカードを出した後で失点をしてるんだ。あ、ウンダフがここにいる、ウンダフがここにいるねえ、ハイデンハイムはもうちょっとでしたね、レッドカードがなければってところでしょうか。そしてボーフム対ダルムシュタット、2対2のドローです。ボーフム浅野選手は今回は得点はないですね。なぜかね、あのバイエルンとかに対すると、得点が取れるという、謎の浅野選手、なぜかそうやっていじけられてますよね。で、リーグワンです、フランスですね、リージュ対ダンス、RC ダンスですね、こちら2対1リーグがあります。で、メス対モナコね、南野選手の得点を含めて2対5モナコが勝利、強いですね。リオン対ランス、あ、ね、スタッドランスは1対1のドローね、追い先制点はしたんだけどもという感じですね。追いつかれてという感じです。で、ロリアン対ブレストは、ブレストの方に、あ、後半のアシナタイムですね、レッドカードですけども、その前に得点を挙げて、逃げ切ったという形。ニース対ナントは1対2、ナントで、クレルモン対トゥールーズ、こちら0対3ですね。クレルモンの方はシュート数が多いんだけどもって感じですね。で、ルアーブル対モンペリは0対2ですね。で、ストラスブール対レンヌは2対0レンヌで、マルセイユ対パリサンジェルマン、前半40分にパリの方にレッドカードが出てるんだけども、0対2ってどうして0対2なのどうして。シュート本数がマルセイユ22本に対して、パリが8本、枠内シュート、マルセイユが10本、パリが3本、3本のうち2本決めている。しかも後半ですよ、前半でレッドカード出して後半で2点と挙げてる。なんで、こちらまだハイライト見てないんですけども、正直なんでってなっちゃいますよね。強すぎ、うん、強すぎですよね。しかもね、センターバックのところにレッドカードですよ、ね、びっくりしちゃいますよね。でね、当然ながら、ね、現在トップはパリ・サンジェルマン、勝ち点62なんで、もうこれ決まりでしょうね。前回も言ったと思います。で、2位のブレストが50、モナコがそうだね、2位に上がれるかどうかってところかな、今ですね。リールが、46、2位、その以下はね、ニース、ランス、マルセイユ、レンヌ、スタッドランス、リオン、トゥールーズ、ストラスブール、モンペリエ、ナント、ルアブ、ロリアン、メス、クレルモンとなっていますが、クレルモンはさすがに厳しくなってきたかな、勝ち点20で、メスもそろそろ勝ち点23ですからね。残り何試合だろう、全部で、34だから、あと7試合ですね。7試合で7試合でルアブルに対して勝ち点を上回らなきゃいけないわけか、この日曜日ね。クレルモンはちょっと厳しいですね。で、セリエアーといきましょう。ナポリ対アタランタは0対3。アタランタ。ジェノア対フロジノーネは1対1のドロー。トリノ対モンツァは、トリノが1対0。モンツァにレッドカード。
モンツァもなんかレッドカードが多い気がしますね。72分に、ペッシーナ選手がレッドカード、その直前か、その直前にトリノは PK を獲得してるんですね。で、なんだっけ、ラツィオ対ユベントスは、1対0、ラツィオが勝利しています。後半のアジアンタイムですね、得点を決めた。ユベントスがこの試合パッとしなかったんですよね、なんでだか知らないけど、まあラツィオが監督変えてこうやり方変えてってなって、だんだん調子が上向いてきたって言ってしまえばそれだけかもしれませんけどね。そしてフィオレンティーナ対ミランは、1対2ミランですね、AC ミラン。ボローニャ対サレニターナは3対0ボローニャで、今試合中ですね、カリアリ対エラスベローナ、サッソール対ウディネーゼで、レッチェ対、ローマは明日1時、日付が変わってからですかね。インテル対エンポリは、こちらも日付が変わってからとなっています。現在の順位は、インテルが76で、2位にミラン。まあここら辺インテル、ちょっと待って、どちらもミランじゃない、ミラノじゃないですかね。ミラノの2つが、トップ争いしてるんだね。そして3位にユベントス、ただ今回ね負けてしまったのでちょっと足踏みですね。で4位にボローニャ、ローマ、アタランタ、ラツィオですね。同じローマのね、チームも、5位と7位にいるんですね。7位トリノ、7位ナポリ、8位ナポリ、9位トリノで、フィオレンティーナ、モンツァ、ゼノア、ラスベローナ、レッチェ、ウディネーゼ、カリアリ、エンポリ、フロジノーネ、サスオロ、サルニターナとなっていますが、さすがにサルニターナは厳しいでしょう。残り、残り8試合で、そうですね、残り8試合で25まで行くのは厳しいよねって感じですね。今回も確か、ね、0対1と攻めまきてますからね。さあ、メジャーリーグサッカーですけども、レッドカードが2枚。ただ、どこだったっけかな。ギャラクシーの方で、あ、違うか、今回は違うんだね。一つ前の試合ですね。一つ前の節で、吉田選手が得点してたって話がするんだよね。ホワイトキャップスは、高岡選手はずっと出てますね。で、あ、そうですね。インテルマイアミか。インテルマイアミは、1対1のドロー。スアレスが得点。インテルマイアミの、スタメンは、あれ？今、怪我してるのかな？もしかして。メッシさんは。メッシさんいませんね。どういうことだ？メッシさんがいないぞ。メッシは今どうなっているんでしょうか。怪我ではないのかな。
あ、でも3月18日、これですね。メッシが怪我でアルゼンチンの親善試合に欠場。3月の19日だから今怪我してるんですね。なるほど。ちょっと待ってください。またちょっと失礼します。ごめんなさいね。すいません、戻ってきましたね、何回取りに出すんだって感じですけども、3月18日ロイターの記事ですね。米国での、3月18日の、日で、今月3月の、米国でのアメリカでの親善試合には出場しないよって、ね、ハムストリングの負傷となってますね。コンカカフ、チャンピオンズリーグでのナッシュビル戦で負傷したため、土曜日に DC ユナイテッドで行われたメジャーリーグサッカーの試合を欠場した。なるほどね。まあやっぱり怪我だったんですね。ここ数試合出てないなと。まあそれでも勝つ得てしまうとすごいよね。しかしメンバーがすごいよね。ヨルディアルバにブスケツにね、スアレスとね、どんなメンバーだって感じですけども、メッシは仕方ないですね。うん、もう36とかって書いてあったよね。メッシさんは36歳だそうですよね。36歳でね、第一線張っていればすごいよねって感じですよね。ただそして、現在の順位ですね。まずイースタンから、試合数がばらついていますね。現在イースタンはシンシナティが、インテルマイアミが続いています。デボニューションが今勝利でないんですね。南米はブラジルは危機だから、
そうですね。そして、ウエスタンが、ギャラクシーがいいと。で、ホワイトキャップスが続いて、最下位がシアトルサウンダー。シアトルですね。で、ちょうどね、ここの、先週の、代表ウィークで、ブラジルとかヨーロッパの方は、親善試合とかね、あとは、ユーロの、プレーオフとか、やってましたね。で、ブラジル対ス、スペイン対ブラジルか、スペイン対ブラジルがあったんですけども、そのブラジルの方でね、17歳の選手が、後半から出場していきなり得点を挙げたっていうね、17歳で代表ですよね、またね、すごい選手が出てきたなとは思いますけども、ね、ただ問題はね、本当に今度のね、ワールドカップに出られるかどうかっていうところですからね、今ね、心配なのは。今はね、予選、は、中断中というかね、次の試合はどこだ？次の対戦がちょっとわからないですね。順位の方はね、ね、6位にブラジル、7位にパラグアイ。まあ6位まではね、自動的に出られますよってなってますけどもね、果たしてっていう感じですね。来年の9月までだから、まだまだ、ゆっくりとやるんでしょうね。第1節第2節書いてないか、何節って書いてないですね。ね、ワールドカップの方、本大会、これはもうチケットかね、前回買いましたねイギリス領バージンショットとアンギラが初のワールドカップ2次予選突破？ん？これは？ 3月の27日、この間ですね。これはどこだ？あ、北中米カリブ海か。北中米カリブ海のところでの、お話なんですね。イギリス領バージン諸島とアンギラが予選初勝利。どちらの試合も PK で決着。二次予選は6月5日からスタートと。おちょっと待って、なんでアメリカ領バージン諸島とアメリカ領バージン諸島ってなってるのこれ。どういうこと？あ、イギリス領、こっちがイギリス領バージン諸島で、こっちがアメリカ領バージン諸島か。あ、ややこしい、ややこしい。あるんですね。イギリス領バージン諸島とアメリカ領ね、ブリティッシュバージンイズアイランドと US バージンアイランドがあるんですね、それぞれね。ややこしいですね、そして、ターク&コイ、カイコス諸島、これ何なの成績でもいいでしょうね。そしてアンギラとね、こちら、どちらもイギリス領ですね、これね。イギリス領3つがイギリス領なんですけども、こちらも、1対1のドローで、2試合合計1対1、 PK 戦に入って3対4でアンギラが初勝利。すごいですね、 Facebook でこう書いてあるね、アンギャー、アンギャーウィナーつってすごいですね、アンギャーフットボールアソシエーション。あ、X やってるんだこれ、すごいですね。イギリス領バージン諸島はこれまでワールドカップ予選で15試合に
15試合戦って、勝利ができなかったけども初の予選進出を果たした。アンギラワールドカップ予選で、12試合ぶりに得点を挙げます。すごいな。で、もう組み合わせは決まっているんですかね。試合結果に行って、あ、グループリーグは決まっているんですね。グループの方は分かんない。なんだこれ。ダメだ。ここまでが、一次予選ですね。ここから二次予選。グループ E が、グアテマラとドミニカ。いや、いろいろ国がありますね。やっぱり細かい。細かいというか、ね、ね、こうやって見ると。これが、グループ A がアンティアグバーブーダでしょうね、多分。で、これがイギリス領なんだっけな。そして、わかんない、わかんない、ダメだ、ダメだわ、これ。なんで南アフリカ共和国があるんだ。これ、スリナムかなんかじゃないか。こんなんつって、ジャマイカ、グアテマラ、ドミニカでしょ。DMA。ドミニカ。ドミニカとドミニカ共和国ってあるんですよね。そういえばね。ややこしいって感じですよね。で、コスタリカ。これがグレナディーンでしょ。ややこしいよね。すぐに戻るってなんだ。これはハイチじゃないかなと思いますね。で、SLV、エルサルバドルだ、これ、多分。これはグアムじゃないかな、違うかな。ニカナグア、パナマ、マーシャル諸島。これがスリナムか、じゃあ。ベリーズ。これがイギリスのバージン諸島ですね。イギリスのバージン諸島。わかんないよ、こんなの。ね、というわけで、ね。以上、J リーグとかその他もろもろ、ね、いろいろ探してきましたということで。では最後、ね、ゲームソフト売上ランキング、まあ、だんだんね、これがおまけになってきたのかなって感じがしますけどね。うん、大丈夫ね。ドラゴンズトグマなんかおっしゃったよ。まずは、3月の18日から3月の24日までですね。この週は 初登場が、プリンセスピーチショータイムっていう感じですよね。プリンセスピーチの、まあ、ピーチ姫のアクションゲームですね。結構売り上げいいですね。紹介率が。で、2位がドラゴンズドグマ2ですね。PS5。で、来ましたよね。ね。で、ライズオブザ・ローニン。ローニンでいいのかな？ね。ソニーの方で、PS5。これも初登場ですね。結構どちらもね、いい数字上げてますよね。ドラゴンズドグマ2と、浪人と。で、ドラゴンクエスト10、未来への扉と、まどろみの少女オンライン？新しいストーリーってことですかね、これ。ドラゴンクエスト10って出てましたよね。なんだこれ。で、以下はマリオカート、ワンダー。ドラゴンクエスト10、あ、こちら PS4 か。で、リバースはもうなんだろう、需要がだいぶ整ったのかな。ね。あとはダウンロード版でね、買ってる方もいらっしゃるかなと思いま
着きましたね、リバース、マリオ対ドンキーコングマインクラフト以下ネタとなります。ん？ドラゴンクエスト10オンラインオールインワンパッケージバージョン1から7。あ、そうそう、やってましたね、昨日おとといとね、スプラ甲子園ね、延期になってたんですよね、延期だったような気がするんだけど、結果がもう出てましたよね、スプラ甲子園ね。さあ最後そこちゃん、そちらもねちょっと見てみましょうかね。以下はずらっと、あとで見る予定、結構長いですよねずっとね見てるとね、やっぱり新ストーリーというか続編ですよね、次のストーリーをこうパッケージソフトとして出したってことなんだと思いますもんね。違うのかな、まあ、ちょっと後で見よう。オールインワンパッケージっていうのがあるんですね。で、以下はそうですね、以下は変わらずっていう感じですね。ではこちらからいきましょうかね、オールインワンパッケージ、これはどんなもの？オンラインプレイ2期バージョン7、バージョン7開始。日記になってますね466回、個人的にやりたいことも、まず大型アップデートバージョン 7.0、 あ、未来への扉と窓の実の少女って書いてありますから、追加コンテンツですよね。なんか嫌なね CM がちょっとあちこちに貼ってありますけど、バージョン7のメインストーリーを楽しむ、あ、やっぱり新しいバージョンアップぐらいでこう一本ソフト作っちゃうんだ。マスタークラス新職業流術師が登場。魔法使いと魔法戦士の職業レベルを上げることで転職できるマスタークラスです。ほう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 。でもオンラインゲームだからパッケージでこう追加コンテンツを買うというよりかはね、だいたいダウンロードで追加コンテンツを買うって人が多いんじゃないのかなと思うんですけども、これから始める人にはこれなのかな、ドラゴンクエスト10、オンラインオールインワンパッケージバージョン1から7、もしくは新しいストーリーだけだったらこちらのね、未来の扉と窓の実の少女オンラインでいいのかもしれませんね。ドラゴンクエスト10オンラインを、ね、やってないので何とも言えないんだけどもって感じですね。これはね、これはさっきのところに行っちゃうかな同じとこですね、同じとこ行っちゃいますね。よいしょ。では、浪人行きましょう。ライズ・オブ・ザ・浪人、幕末オープンワールドアクション RPG なんかすごいタイトルだな。3月22日、通常版が8980円、デジタルデラックス版が9980円。日本や忍者ガイデン、チーム忍者が手掛けてるの？じゃあ、コエテクモじゃないの？コエテクモじゃなくて、ソニーなんだ。幕末を舞台にしたオープンワールドアクション RPG。日本を舞台にしたってことかな、じゃあ。坂本龍馬の歴史上の人物が登場。どうなんでしょうねどんなソフトなんだ。幕末オープンワールド爽快バトル多彩な遊び、ライズオブローニ、いやちょっと書いてないで、ね、わかんないな。幕末とはって感じですね。まあちょっと後で。そしてドラゴンズドグマ、ちょっと
冒険タウン。アップデート配信。あ、そういえばアップデートが来てるって言ってましたね。プレイ途中で最初から始めるのが選択可能に、ポーンゲードで天使の比率が。なんかよくね。まあ、発売して早々にこう、アップデートが入ったっていうのは、なかなかないことかなと思いますけども、それだけね、ユーザーからこう、注文があったようですね。ここをこうしてほしいっていうね。ただ、ゲームの方はしっかりとわからないけども、アクションって書いてありますね。ただ、前作のドラゴンズドグマが結構ね、評価が高かったっていうことらしいので、それでね、今回新しく2になったことで、注目度が上がってたっていうのがね。で、こちら、プリンセスピーチですね。こう、画面固定型みたいな感じのアクションゲームっていうかね、いわゆるそのゲーム画面、ゲームの中じゃなくて、こう舞台、お芝居の舞台の上で、あれこれね、その舞台の上でのこう揉め事というか、その起こっていることを解決していくっていう感じですよね。で、ピーチ姫がいろんな姿に変わって、でそれをね、いろんなアクションをしていくっていう、どちらかというと謎アクションより謎解きの方が強いのかもしれませんね。クロスエビは 8.3、 そこそこですね。そこそこと結構高い。ドラゴンズドグマはまだ上がってないですね。で、ライズオブドーニンが確か上がってたんです。 9.3、 こっち高いですね。で、ちょっと待ってね。甲子園2023全国大会ですね。全国決勝大会。甲子園、2023。2023でいいか。ね、子牛さんととしておきましょう。Day2 だけで2日目だけで5時間33分だそうです。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、こっから動けないのかな。ちょっと待ってね。Day1 だと8時間54分。あ、YouTube になってるんですね。公式バトルじゃなくて、これ YouTube だ。YouTube じゃないか。ナーバリバトル。こっちの方がいいのかな？ちょっと待っててくださいね。これを削除して。こっちの方がいいかもしれないですね。スプラトーン。縄張りバトル日本一が決まるスプラトゥーン甲子園2023全国決勝大会が開催、3月28日のことですね。本大会は無観客で実施いたしますということで、今回ね、オンラインでの中継のみでしたよね。町中華でやろうぜの2人女性2人卒業される。ああ、そうなんですね。予選リーグ、一般
これは中、一般ですよね。決勝トーナメントは公式サイトが更新されています。あ、公式サイトこっちなんで、ここじゃないんだ、失礼しました。公式サイトこっちでしたね、ごめんなさい。あ、さっきのところだ。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあさっきのでいいんだ。ここで良かったんですね、失礼しました。いきなり YouTube の方が始まっちゃうからちょっとあれですけども、ちょっと待って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 、やばいのが見えるぞ。公式チャンネルになっちゃってますね。YouTube に直接つながっちゃうんですね。公式サイトだと、でもそうすると決勝、全国出場、PR タイムズでなんでこれ、あ、なるほど、こちらの選手が、決勝大会に進出するからこういうニュースが来てたんだね。ああ、所属の選手がってことね。なるほどなるほど。あ、ニコニコ生放送でもやってたんだね、 YouTube と。結果の方ちょっともう出しちゃいましょうか。ちょっと待ってね。こちらですね。一応、フォーゲーマーズのニュースですね。延期されていたスプラトゥーン甲子園2023全国決勝大会。無観客での実施で、試合の様子はライブ配信。ね。ね、こちらですよね。昨年、年末にね、行われる予定だったんですけども、脅迫行為がね、会場とかそこら辺にもね、襲いかかる、まあね、危ないっていうことで延期になっちゃったんですよね。で今回、無観客でってことね。スプラトゥーン3とマリオカートデラックスの、世界大会ワールドチャンピオンシップ2024が4月の13日14日に開催されることも発表されている。オンこちらもちょっと注目ですね。結果、スプラトゥーン甲子園ですね。一般チームと、だからその CM が CM が多いのよ。ワールドチャンピオンシップ2024、これ検索してみましょうか。これですね。世界各地域の代表選手が集結。13日14日で、スプラトゥーンがで、14日でマリオカートってなってますね。こちらが、URL となっています。もう、開催日が決まってるってことは誰が出るってこと決まってるんでしょうね。まずはスプラトゥーンの方いきましょう。スプラトゥーン3初の、公式世界大会を開催。
北米代表対日本代表、オーストラリアとニュージーランド、これ合同代表ですかね。で、香港代表は台湾代表となっていますね。韓国代表。大会方式、13日の予選リーグは、グループ A、グループ B に分かれて、リーグ戦を、予選リーグの結果を踏まえたトーナメント。全部の、チームが決勝トーナメントに行けるんだけども、予選リーグの対戦、予選リーグの成績によって、トーナメントに振り分けられますよってことですね。1位になればシードになるんだ。で、2位は、別のグループの3位と対戦っていう話ですね。対戦ルールってどうなってるんだろう。予選リーグだと、縄張りバトル 2試合選手。8ステージからランダムで決定。ちょっと文字が小さいですね。優先接続で、プロコントローラー。アミーボは使用可能。カメラオプションを設定可能。ボイスチャットもありなんですね。使用言語、英語のみ。英語のみ。ボイスチャットを使うときは英語でやってくださいって感じですね。すごいね。では、マリオカートの方ちょっと行きましょう。マリオカートの、世界最速プレイヤーが決まる4月の14日。こちらも北米、欧州、日本、韓国、香港は台湾代表となっていますね。そしてオーストラリア、ニュージーランド代表。マジか。個人戦、形式で12レースを行い、合計ポイントで順位を決定します。グランプリ150シリーズ、150cc ですね。ランプレイ、全部ランで繋いでやるってことですね。すべて個人戦だそうです。ノーマル、アイテムはノーマルアイテム。キャラクターはすべてから使用可能。マシンすべてから使用可能。CPU が入った場合は CPU は強い。CPU のマシンはすべて。レースは12。ハンドルアシスト使用禁止。大会開催前、開催日前日の最新バージョンのマリオカート8でアクセスしよう。使用言語英語。対戦コース。すべて決まってるんですね。12レースこの順番でやりますよってことです。ゲストって実況と進行解説がこの方々ですね。ライブ放送。大会の模様は YouTube ライブ、ニコニコ生放送でライブ配信します。Nintendo アカウントをお持ちの方は、対戦中のゲーム映像を、選手ごとの視点で楽しめるです。視点別配信も特設ページにてご覧いただけます。視点別、でもこれどうやって特設ページか。アクセスしないといけないですね。で、誰が出るんだろうって、ちょっとわからないですね。誰が出るんだろう。誰が出るのかちょっとわからないですね。ちょっと書いてないぞ。スプラトゥーン3の方は、こうやって書いてある。出演者。実況が2人ですね。多分交代でやると思われます。実況が2人、解説がお一、進行がお1人、解説がお二人となっていますね。ライブ放送。こちらもやっぱり視点別配信も特設ページにてご覧いただけますという形になりますね。いやー、見るの楽しみですけども、日本最速を決定？オンラインチャレンジ決勝ステージ何これ？マリオカート8デラックスワールドチャンピオンシップ2024日本代表の座をかけて23年11月に行われたオンラインチャレンジ2023上位選手が競い合います。これかオンラインチャレンジ決勝ステージ、これか。13日にこれを予定していると。日本代表がここで決まるんだ。日本代表は13日に決まりますよですね。詳しくはこちら。出場者、こちらの4人ですね。4人。
4人で、個人戦形式で6レースを行い、合計ポイントで順位を決定します。対戦というのは先ほどと同じですね。で、使用言語はこちら日本語に変わっています。で、6レース、コースは全て決まっています。慣れ親しんだものが多いところではあるんですけども、後半が新しいところですね。ピーチガーデン、スノーボードクロス、パックン神殿となっています。これ13日もちょっと気になりますけど、どっちを見ればいいんですかこれどっちを見ればいいのどっちも見たいですよね。時間ずらしてやってくれるとかないのかな、ね、ちょっと気になりますけども、まあね、こちらね、思わぬ形でね、スプラク教えるからね、世界大会のね、日程まで分かってしまったというね、ちょっとびっくりしたお話ですね。まあ、あとは何か、あとは何か、やったことはね、こんな感じで、今週は終わり。なんだろう、このグダグダ感は。あ、そうそう、昨日はね、桃太郎電鉄ワールドですね。桃鉄ワールド。桃鉄ワールドの、100年決戦のね、コラボをやってました。で、毎回ね、枠を変えて、100年終わるまでね、続けていく予定です。だから、1年間、2年間かかるかなとは思うんですけども、終わるまでやります。最初はね、4年ぐらいかな。4年が終了したまで。ね、次回が、4月の7日ですね。今度の日曜日。日曜日の21時から、という形になっています。枠はね、また、ご紹介、後でね、ご紹介させていただきたいと思います。メンバーは、前回と同じですね。シムクラと、あとは、ダメだな、すぐ忘れ、ダメだ、すぐ忘れちゃう。名前がね、出てこないんだよね。ダメだよね。名前が出てこないとダメだよね。まあ、できれば詳しくは、再生リストの、桃鉄100年決戦じゃなかったかな、再生リストの中の、どうだったっけ、 VTuber か、 VTuber、桃鉄100年、決戦っていうタイトルだったかな、そちらの中を見ていただければと思います、ね。次回は4月7日、シムクラの枠はね、ないので、毎回ね、1個ずつ枠を作って1個でね、やっていますので、まあそのうちね、こちらでも枠を作ってやる形になります。まあまだね、序盤なのでね、そこまでね、大きな、騒ぎにはなってないけども、これから、100年を行くまで、100年終わるまで、ある評価が続くんじゃないかなと思いますので、ぜひそちらもね、楽しみにしていただければと思いますね。で、今週末なんですけども、F1 がね、日本グランプリが行われます。金土日とね、予定が立っていますので、できる限りこちらね、F1 グランプリ、F1 日本グランプリ鈴鹿からですね、鈴鹿の、こちらをね、同時視聴でやっていきたいなと思います。なので今度の土日はちょっと J リーグはね、お休みするかもしれません。夜だったら、同時視聴でやるかもしれません。まあ、水曜日、その代わりね、全力でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、いつも通りの、無駄話というかね、脱線が多くなってしまったんですけども、2時間40分お付き合いいただきまして、ありがとうございました。気がついたらこれ、ね、こんな時間になってたんですけども。まあ、今週もね、
まあちょっと、どうなるか分かんないけども、まあ明日はね、まずお買い物最優先お買い物最優先でね、ちょっと、冷蔵庫の中がすっからかになっちゃったので、何か買ってこないとご飯がないので、まずそちらね、最優先にしたいなと思います。お買い物から帰ってきて、そうですね、体力が残っていればアーマードコアをやっていこうかなとはちょっと思っています。で、水曜日は、J リーグの方ですね。 J1、J2 とね、予定が組まれていますけども、さあどの試合をやろうかなっていう感じですね。第一候補は、清水対、徳島 J2 ですね、こちらをということになっています。まあこれもね、多分直前になってのね、告知になるかなと思いますけども、もしよろしければお付き合いください。で、木曜日はちょっとまだ予定考えてなくて、で、金、土、日とね、不安、まあ午前中から起きれればですけども、FP1、FP2、FP3、予選、そして、決勝、日曜日ですね。日曜日の決勝とやっていきたいと思います。それでは、1週間の振り返り、そして質問返しのコーナー枠153回目は、そろそろ終わりにしたいと思います、ね。今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。そしてお疲れ様でした、ね。4月、1日、もう今日2日になっちゃいましたけども、ね、新しい年度となりました。日本ではね、新社会人、そしてね、新しいね、まあ、ご入学された方なんかもね、多くいらっしゃるかなと思います。ありがとうございます、ね。新しいところにね、新しい生活になれるのはこれからね、大変だと思いますけども、ぜひね、無理せず、ね、頑張っていただきたいなと思います、ね。まあ、ゴールデンウィークまではね、なんとかこう頑張ってね、無理してでもこう、まあね、病気とかになったらね、それこそお休みしていただきたいんですけども、ね、こう、かじりついていただいて、で、ゴールデンウィークの後ね、ゴールデンウィークでこうしっかりお休んでいただいて、ゴールデンウィークの後にね、また、パワーが回復できるようにね、やっていただければと思います。あとね、どうしても無理だなって思った時とか、あれ、これどうすればいいのかなっていうね、悩んだりなんかした時は、ぜひね、周りを頼ってください。ね、こういう時こそね、周囲の助けが、周囲にね、助けを借りるときです、ね。周囲に助けを借りるとき、ね。なのでね、まあ逆にね、相談が来た場合には、乗ってあげてください、そういう形でね、こう支え合いながらやってくださいね。それではね、お疲れ様でした。なんかもうグダグダだね。またね、今度も月曜日になりますね。4月の7日は桃太郎電鉄の100年決戦になるので、月曜日になるかなと思います。154回目、そちらを楽しみにしていてください。それでは、お疲れ様でした。また見てくださいね。バイバイ。ありがとうございました。